塩飴どうですか。あれ在庫って書いてあるんですね。取られたら困る。困るって。塩飴いかがですか。ありがとう。あの立川違いますけど、静止場の大変の真ん中で、あの抗議されてるんで、あのちょっと参考化してはいるけど、何やこいつっていう伝説もあったり、いや、まあその、いいですね、全てが自分の考えが合うとか言ってたら、もうどこどこぐらいなんですよ。はい、まあもしまたお会いすることがあれば、分かります手柔らかい。分かります。私もまだ小沢さんが中ですまだやることがあると思います。いえ、座ってて気がする。まだ、はい、はい、まあ、あの、毒よろしくって言うから、いや、毒なんかいけません。分かってますから。あ、どうも、お疲れ様です。よかった、どうも。ほんまに入ってくれていい。はい、いい。え、入ってくれていい。いや、いいですよ。いいですよ。あ、ビアの帽子かぶってる。韓国の文化っていいいいもんもあるんですよ。政治やるの、統治時ですよ。統治時のカードの高麗でしたか。僕小さい頃高麗の結構引きます。でもね、あのでもやっぱり韓国のやっぱその何ていうか、韓国って言ったら日本と中国に挟まれてるから、やっぱその日本って言ったら結構いろんな文化持ってるじゃないですか。アニメとか音楽とか和食とか で中国も結構文化持ってるじゃないですか。感じるわけです。早く中国人は早く特定したいんじゃないですか。羅針盤を特定したいんじゃないですか。活字集めたいんじゃないですか。ありますけど、中国と日本の文化があまりにも強すぎて韓国の文化があまり目立たないじゃないですか。そういう意味でもありますよ。さっき言ってたんですけどね、あの言いたかったです。確かにあの朝鮮はあの活字が有、あの漢方印刷が有名、あの活字の発祥は朝鮮 の白木であると。白木は韓国と何も関係ない、今の韓国人と何も関係ない。ここならも違う、こう来るんですよ。最近で、地図ってあんま知らない。最近だとさ、初めて知ったんだけどね、残忍って何種類もいるんだよね。何種類もいて、なんかすごいなんか変わっちゃらせるのに、出身地域で全然違うんだよ。いや、もうだってもう政治でも韓国はもうめちゃくちゃだと思う。だっておかしいでしょ、大統領があの任期を終えたら逮捕されるか死ぬか、どういうことやね。日本じゃ絶対考えられない。日本でそのいくら首相がどんなに悪かっても殺されるってこと絶対なるじゃないですか。あの伊藤博美は別ですよ。あいつはあの朝鮮人の安仁君に殺されてるから、まあ、いろいろ説あるんですよ。一応安仁君が殺したってことになっているんで、だから首相が殺されるとか王様が殺されるとか日本人はそういうことないんですよ。韓国にそれがあるみたいな。だからね、だいぶあの汚職がすごいなってことが分かりますよ。まあ、私の周りの人でもね、朝鮮のなんか、まず中共の中共の幹部が大嫌い、中共政策が大嫌い、中共の幹部のため、韓国のため、韓国のなんか、権力者やトップや政策や政治のため、それはなんか確かに理解できる。だから、大勢の韓国人が亡命したがってるんだ。これは悪いですけどね、これはヘイトではありません。ヘイトではないですけど、韓国民の8割が国を捨てたい、自分の国捨てたいと思ってるんですよ。だからもうどんだけその厳しい社会やと。それは聞いた。だからあのね、朝鮮の方でこんなこと言うと、これを在日朝鮮の知り合いの友達なんですけど、ちょっと朝鮮学校だと、そいつ家に来て、テレビつけたら、その北朝鮮の貧しい国ってあるじゃないですか。そいつで、僕言うんですよ、お前どこの、あ、すみません、ありがとうございます。お前どこの国って、あの貧しいな、貧しい人多いなって言ったんですよ。そしたら、そいつなんて言ったの、ちょっとその在日の友人なんて言ったの、言ったらこんなこと言ったの。日本だって貧しい人おるじゃない。いや、日本だって貧しい人おるじゃない。だから
日本と北朝鮮は一緒やってみたいな、そんな言い方で言うんですよ。いや、おかしい。おかしいでしょ。それは確かに日本人だと貧しい人いますよ。だから北朝鮮でしょ。日本は経済状況一緒か。だからその度合いっていうものがありますよ。確かに日本人だって嘘つきますよ。嘘つきますよ。韓国も嘘つきますよ。だって僕は言うんですよ、朝鮮人嘘つきだ。でも日本人だって嘘つきある。でも度合いが違う、度合いが違う。よく縛りたいと思う。お前日本人だって嘘つく人おるやろ。でも違うんですよ。ねえねえ、ちょっとね、文脈でね考えてほしいんだけどね。北朝鮮の今政策はひどくて、民間が昔住んでる人がほぼいないって感じでね、住むんやったらいいけどね。で日本にも昔じゃいますから、ね、いるけどね、いるけど北朝鮮の今は一緒やね。それは違う、絶対違うでしょ。でも朝鮮人はバカとかね、嘘つきとか言っちゃうと、それ文脈でね、日本人もバカいけど、だから文脈でやっぱりちょっと差別偏見を煽ってるんちゃうかとかって、それ言うときは本当にね、ものすごいなんか技術がいるんですよ。だから宗教の幹部が腐敗してるのが多いねとかね、韓国の政権を腐敗してるのが多いね、政権を腐敗してる上の方を腐敗してるのが多いねぐらいですね。それぐらいでもだったら日本人もね、まあ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 受け入れるけどね、中国人腐ってる、韓国人腐ってるって言ったらもう平時なんですよ。それは腐ってるとこもありますね。でもやっぱり日本と比べて腐敗がやっぱり中国と韓国と北朝鮮がやっぱりおそましいですね。それはひどいけどね、ひどいひどいになると思います。だからそういう腐敗がひどいっていうことを言うのはね、それは文脈でね、一日本と北朝鮮に話を流れをちゃんと説明して傾向としてそういうのがあるってこと。あ、すいません、ちょっともうそろそろ行かないといけないんで、またお会いしましょう。またお会いしましょう、はい。ありがとう、暑い中お疲れ様でした。いいどういたしまして、ありがとうございました。僕自身もうるさいですよ。じゃあ僕はもうあ、これ置いといてください。カバンとカバンだからこれいかへんねん。でもスケッチ行こう。だからこれいかへんねん。あ、俺あれよ、あれよ、あれよ。はい、大丈夫ですか。はい、声かけるとって一応エチケットとしてそういう声かけはしないのがエチケットだ。そうなんですか。我々には。あ、そうなんだ。思いはやっぱりあれ喋ったから。あ、本当。前に京都で喋ったやろ。あかんの。ずっと喋ってたから。あかんの。取り出したら止めないで喋れようなったやろ。もうなったやろ。あのね、まあ先生ご苦労さまです。これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございます。